回のサイトシーイングは愛知県豊田市が舞台です。こちら山あいの小原地区には石碑が建てられています。災害復興記念碑、そして犠牲者慰霊碑と書かれています。ともに昭和47年7月豪雨にまつわる2つの石碑。砂防について研究している名古屋大学の田中貴文准教授にどんな災害だったのかを聞くと、50年前の昭和47年7月の12日13日大雨のためにこの辺りでは小さな崩壊がたくさん起きました。一番そのひどかったのが、当時は小原村と呼んでましたけども、32名の方が、犠牲となってしまいました。50年前の昭和47年、1972年の7月12日から13日にかけて、現在の愛知県豊田市の山間部では梅雨前線の影響で大雨が降り続き、1日で309ミリもの降水量を記録。土砂崩れや河川の氾濫で住宅の倒壊や流出が相次ぎ、死者行方不明者68人という大災害になりました。特に被害が大きかったのが旧小原村の小原地区。当時10歳だった永井康則さんは土砂崩れで自宅の母屋が全壊しました。当時のお家というのはどこにあったんですか？そうですね、ちょうどですねこの裏真後ろになりますけども、今茂っちゃってて、面影が見えないんですけど、ちょうどここの辺りにありました。普段離れで寝ている祖母と兄がちょっと裏山が怖いからということで母屋の方へ寝に来たんです。寝たのも何時だったかは覚えてないですけど、通常通り寝て流された状態で田んぼの中今で言うねで見つかりました。曾祖母、祖母、母、兄、妹、私と6人、そのうち、助かったのが私と母です。4人亡くなりました。永井さん自身は全治4ヶ月の大怪我をしながらも一命を取り留めました。あれから50年、今でも当時のことを思い出すことはあるのでしょうか？いや、もうないです。それいちいち思い出せたら持たないです。ただ正直言うと、本当に兄弟っていたのかなと、本当に俺って流されたのかなという、どっちかっていうとそっちです。家族を亡くした記憶をも風化させてしまう50年という時間。では一体どのような原因で山崩れや土砂崩れが発生したのでしょうか？やってきたのは豊田市が管理する私有林。ちょっとこの辺カリカリ掘ってみますと、はい、こう磨くとこれ岩のように見えるでしょう。そうです ね、強度的には強さとしてはもう岩ではない、ともう簡単に削れてしまうと、もうこれボロボロの完全に粉々になってるんですね。マサドと呼んでますけど、もともとは花崗岩。花崗岩が風化してできたこのマサドこそが大きな土砂災害が起こる原因の一つだといいます。未だ行方不明者がいる災害現場、非常に広範囲にわたっていて、この後も救出活動難航しそうです。8年前、広島市北部で起きた大規模な土砂崩れ、1時間でおよそ130ミリという猛烈な雨が降って土砂崩れが発生し、多くの死者行方不明者が出ました。こちら住宅街を襲った泥を手ですくってみますと、大変粘り気のある土になっています。これがマサドと呼ばれるものです。この時も花崗岩が風化したマサドの存在が被害を大きくしました。マサドは強度がない、水を含みやすい、流れやすい、だけどもともとやっぱりこれは岩だし土なんで、重さもあるので破壊力はあるわけですね。これが流れてきた時に水が流れるのとは勝手が違って、建物も壊してしまうという。では豊田市ではマサドの存在が大きな被害の原因にもなった昭和47年7月豪雨について、その時の様子や教訓は伝わっているのでしょうか？
小原地区の川下に位置する同じ豊田市の藤岡地区。藤岡村だった50年前、ここでも死者行方不明者22名という甚大な被害が出ましたが、住民に話を聞くと、新聞で見たことはありますけれども、詳しいことが分からなくて、なんか下の川のどこら辺っていう話は聞きましたけど、具体的にここっていうのは分からない。あんまりこう災害が起こるような感じには思ってないので、今住んでても、うん、藤岡地区ではなぜ50年前の豪雨災害を知らない人が多いのか。そこで藤岡地区で25歳の時に被災した中村悦次さんを訪ねました。ちょうどこの西中山町というところは交通便がいいんですよ。この割に土地はそう高くないと、うん、あそこにちょうど見える住宅が今たくさん建ってますけど、綺麗なお家がたくさん並んでますね。上に建ってますよね。3年後にはあそこ500軒こう多くの方がこの町へ引っ越しされている状況。豊田市の山あいでも藤岡地区は名古屋へのアクセスが良く、市も15年ほど前から定住奨励金など転入者への補助金制度を充実させていて、急激に新しい住民が増えているのです。町が活気づくことはいいことですが、同時に50年前の豪雨災害の教訓がうまく伝わっていかない懸念もはらんでいるのです。ちょうど向こうに山が見えますけど、地滑りが起きて埋まってしまったと。今は全くそんな雰囲気を感じさせませんね。そうですね、本当にこの面影がないんですが、ずっと藤岡地区で暮らしてきた中村さんも忘れてはならない災害の記憶の風化を心配しています。残念なことに3名の方が亡くなったと。皆さんの中学校すぐ目の前です。こういうような悲惨な事故が50年前に起きましたよということをちょっと覚えておいてほしいなと。中村さんは先月、藤岡地区の中学生およそ100人と一緒に50年前の豪雨災害で被害の出た場所を巡りながら、自分の体験を伝えたり被害をまとめた映像を見せたりと啓発活動に取り組みました。自分の通学路だったんで、自分が被害に遭ってなかったのがすごい幸運だったなとか思って、自分がなんか関わることはないだろうみたいな感じだったので、過去にすごい災害があったことを知って、これから自分たちがどうやって対策をしていくのか、そういうことをちゃんと考えた方がいいなと思いました。これから大人になる中学生に自分なりに防災意識を高めてもらって、災害に強い一人の人間になってほしいなと。新しい住民、その子どもたちの世代にも伝えていかなくてはならない災害の記憶。これからは台風の時期にも入ってきますが、私たちが備えておくべきことを教えてもらえますか。はい、土砂災害に対する備えとしては、早めの避難、もうとにかく災害が起きる前に、崩れる前に早く避難する、もうこれに尽きるんですね。そのためには、教科書とか、そういうもので学ぶだけじゃなくて、やはり地域の方のお話を伺うという、それはとても大切なことだと思います。